ジョセフ・ヒル・ウェドンは、アメリカの著作家、脚本家、映画監督、エグゼクティブプロデューサー、俳優。かつては、ウィードンという表記もあった。テレビ番組、バフィー、恋する十字架、エンジェル、ファイヤーフライの脚本家兼制作者としてよく知られている。映画の脚本やコミックの原作もいくつか手掛けている。ニューヨーク生まれ、イギリスのウィンチェスターカレッジを卒業後、 映画制作を学ぶため、ウェズリアン大学に入学し、1987年に卒業している。ロサンゼルスに移住後、ウィードンは、ロセアンネというテレビシリーズの脚本の仕事を得た。その後数年間は、映画用脚本の手直しの仕事をし、再びテレビの世界に戻り、4つのテレビ番組の制作に関わった。自身の手がけた、バフィー、恋する十字架、エンジェル、 ファイヤーフライでは、カメオ出演もしており、ベロニカ・マーズにもゲスト出演している。2007年には、ザ・オフィスという番組でも2エピソードを監督した。ウェドンは、父も祖父もテレビ脚本家として活躍した人物であるため、世界初の第3世代テレビライターなどと称される。彼の脚本に基づいた映画、バッフィ、ザ・バンパイア・キラーは不評だったが、ウィードンはこれを、 テレビ番組として復活させた。バフィー、恋する十字架はカルト的人気を呼んだ。彼が脚本と監督を務めたエピソード、静けさは2000年のエミー賞優秀脚本賞にノミネートされた。このシリーズはザ・ WB ネットワークで第5シーズンまで放送され、その後の放送権獲得合戦の結果、UPN ネットワークで2シーズンを放送した。エンジェルは、 バフィーからのスピンオフ作品で、バフィーのボーイフレンドである吸血鬼を主人公にしたドラマである。企画には、ビードンの他に、バフィーの脚本も書いていたデビット・グリーンホォルトも参加した。ティム・マイナーも重要な部分で関わっている。1999年9月から WB で放送開始され、バフィーのすぐ後に放送されるという番組構成になっていた。2001年に、 バッフィーが UPN に移ると、エンジェルは様々な時間枠で放送されるようになった。最終回の視聴率はバッフィーよりも良かった。WB は2004年2月、第5シーズンの途中で打ち切った。ウェドンがティム・マイナーと企画した、ファイヤーフライは2002年に、ホックスが放送したが、途中で打ち切った。14エピソードのうち11エピソードだけが放送され、しかも、 放送順序が意図したものとは違っていた。特に初回の二次監督版として企画したエピソード、セレニティが最後に放送された。このフォックスの仕打ちに関して、ウィードンは二度とフォックスとは仕事をしないと述べていた。打ち切り後、ウィードンは、ファイヤーフライの映画版、セレニティの脚本を書いた。ユニバーサルピクチャーズが、この制作に乗り出し、ウィードン自身が監督を務め、 2005年9月30日に全米公開となった。2007年8月、かつてバフィーやエンジェルにも出演していたエリザ・ドゥシクはホックスとの契約を行った。その直後、ドゥシクはウィードンと昼食を共にし、彼女を主役とするシリーズのアイデアを話し合った。結果として、ウィードンはホックスで放送されるパイロット版の脚本と監督を務めることを約束した。 ウィードンは全く新しい知的で協力的な人々と仕事をすると発表した。2008年5月、フォックスはこの番組ドールハウスを2009年1月に放送開始すると発表した。フォックスに戻ることについて聞かれ、ウェドンは彼らはファイヤーフライの時の人々とは全く違うと述べている。実際、ファイヤーフライ放送当時と比べると、 フォックスの経営陣が一新されている。この SF アクションドラマ、ドールハウスは2009年2月から第1シーズンが、同年9月から第2シーズンが放送されたが、そのシーズンで途中打ち切りとなった。ウェドンは、バッフィ、ザ・ヴァンパイア・キラー、トイ・ストーリー、エイリアン4・4タイタン・エイといった映画の脚本を執筆した。トイ・ストーリーの脚本では、アカデミー賞にノミネートされた。 また、スタッフとして名前は出ていないが、スピード、ウォーターワールド、ツイスター、X メンといった作品で脚本のドラフト版の修正や書き直しなどを行った。ただし、スピード以外では、ウィードンが書いた部分は最終脚本には残っていない。インタビューでは、ウィードンは残る3作品との関わりを否定している。エイリアン4向けに、彼が書いた脚本は、 監督のジャンピエール・ジュネが変えてしまった。ウォーターワールド向けの脚本は捨てられ、X メンの最終脚本には彼の書いた部分は2行しか残らなかった。バフィーの映画版でさえ彼の脚本との類似点は少ない。スピードの脚本家として名前が出ているグレアム・ヨストによれば、セリフの大部分はウィードンが書いたものだという。2005年、彼はセレニティの監督。 脚本を務め、2006年の9号賞ベストドラマティックプレゼンテーションロングフォームを受賞した。2006年1月には映画会社の講演もあり、セレニティを世界各地でチャリティ公開するファンの活動が始まった。収益金はジョス・ウィードンを支援している人権団体イコーリティナウに寄付されている。ウェドンはワンダー・ウーマン映画版の監督、 脚本を務める契約を結んでいたが、2007年2月3日に、降板することを公表した。2008年には、自主制作で短編のホラーミュージカルコメディ映画、ドクター・ホリブル、エス・シング、アロングブログをインターネット上で発表。この作品で様々な賞を受賞している。2011年には制作、共同脚本担当のホラー映画、キャビンが公開。 2012年には監督、脚本を務めたアベンジャーズが公開。ウェドンはコミックファンでもあり、ダークホースコミックスでバフィーの世界の縁未来を描いたフレイの原作も書いている。バフィー・ザ・ヴァンパイア・スレイヤーシーズン8のエピソードタイム・オブ・ユア・ライフでもこのフレイの世界に再び戻っている。他にも聖少女バフィーシリーズのコミックの原作をいくつも手掛けている。 また、ファイヤーフライ及び映画版、セレニティへと繋がるコミック、セレニティ、ゾーズレフトビハインドと、セレニティ、ベターデイズの原作も書いた。マーベルコミックでは、アストニッシング X メンの原作を書いていた。ありがとうございます。